こんにちは。シンガーソングライターの、愛情の愛と書いて悲しと言います。はじめまして。今日はとってもいいお天気の中、ね、町田の市民広場で歌わせていただきました。ありがとうございます。ライブの次のライブの宣伝をさせていただきたいと思います。ね、今日は大好きな町田で、ね、半分ちょっとでもあるんですけれども、町田で歌わせていただけて、ね、とても嬉しく思います。今日決まりたてほやほやの、もらいたてのチケットなんですけれども、こちらですね、はい、5月5日子どもの日スペシャルと題しまして、四ツ谷の、ライブハウスさんで、歌わせていただきます。普段はですね、私はこう野外のお祭りですとか、フリーステージ、それから、そうですね、子ども広場で歌のお姉さんをやったり、そういうことが多くて、なかなか箱ライブが少ないんですけれども、この日はですね、自分のオリジナルソングを、たっぷりと、お届けしたいと思っております。いつもと違う話を、お届けできたらと思っておりますので、ぜひご都合合う皆様遊びにいらしてください。アーティストさんも豪華なので、ぜひ、お待ちしております。はい、あとはですね、私はFacebook とホームページがありまして、こちらですね、ちょっと見づらいですけれども、 Facebook は愛悲しという名前でやっております。はい、私の名前、アーティスト名がですね、ちょっと分かりづらい、愛ニョロニョロ悲しニョロニョロで検索していただくと、ホームページ、ブログ、Facebook 出てきますので、ぜひ遊びにいらしてください。お待ちしています。